CXC モータースは、韓国、ソウルにある、韓国国内において輸入車を取り扱う企業である。本社は、ソウル特別市立山区。近年、輸入車市場の拡大が著しい韓国において、三菱自動車工業の主力車種を相次いで投入し、ユーザーの多様化するニーズに応えながら、三菱ブランドの確立と浸透を図っていくことを目的に、 日本の三菱商事、韓国三菱商事、大宇自動車販売の3社が手を組んで2008年3月に MMSK コーポレーションを設立し、韓国国内における三菱車の販売とサービス、そして流通事業を展開してきたが、2011年4月、業績不振を理由に生産された。しかし2012年3月、関心グループの創業者、 長十君の老いが設立した自動車輸入業の CXC が三菱車を韓国国内で販売することを名乗り出たため、再び三菱車が販売されることとなった。その締結時には三菱自動車の社長、マシコ・オサムも駆けつけ、現地向けの RVR も初披露された。なお、同社は今後、三菱自動車の韓国内独占販売権及び、 事後サービスに関するすべての事項を含むパートナーシップとなり、MMSK コーポレーション時代に販売した車種の在庫車両は、湖南と南寺島にある三菱展示場及び CXC モータースが自主的に運営する自動車アウトレットマーケットの C スクエアで販売されることになった。しかし、2012年の販売台数は全く振るわなかったため、三菱車の販売については、 同年来をもって韓国市場から撤退した。三菱車を例にとると2012年に取り扱った車種は以下。L200 と RVR 以外はすべて日本からの輸入となる。ありがとうございます。